新井良太、新井良太、新井良太、1983年8月16日隊は、広島県広島市西区出身の元プロ野球選手、内野手、外野手、宇藤右打ち、コーチ。広島東洋カープに所属していた、新井高広内野手は、実刑で、からまでは、兄弟揃って、阪神タイガースの内野手であった。小学5年時からソフトボールを始め、 5月が、岡中学2年時には、軟式野球で、中国大会3位に入った。広陵高校では主に一塁手を務め、3年時に4番、首相で、春の選抜大会に出場。当時2年の吉村祐希が4番を打っていた東、福岡高校と初戦で当たり、自ら投手として3イニングを無失点に抑えたものの、試合は4から8で敗れた。高の2年後輩に、 西村健太郎、白浜優太がいる。卒業後は、当初は、早稲田大学の進学を考えていたが、兄、高博の、太田誠監督の下で野球をやってほしいという希望で、東都大学野球連盟所属の駒沢大学へ進学した。入学して間もなく4番に座った。東都大学一部リーグ通算79試合出場、273打数65安打。 打率。238、14本類打歴代7位、対、49打点。ベストナイン2度受賞。この他1シーズンのミニブリーグでプレイし3本類打している。駒台の1年後輩に、野本慶がおり、大学時代は野本が3番、新井が4番とクリーンアップを担っていた。2005年のドラフトで中日ドラゴンズから4位指名を、受け入団。 背番号は25が与えられた。プロ初年度のは新人ながら2軍のウエスタンリーグでほぼ毎試合4番で出場した。しかし、打率254.3本塁打とパワーはあるものの荒い打撃と摂取のためシーズン前半は2軍生活を送った。7月17日にプロ初の1軍昇格。同日の対横浜ベイスターズ戦で代打として待機していたものの、 コウコールドとなり初打席はお預けとなってしまった。しかしその後一軍再昇格し、9月10日の対、広島戦7回をもって、二度目の代打機会で、プロ初安打を記録。この試合には、兄の高博も、広島の三塁手として出場しており、7月16日の山田つとむ、広島、山田博10日以来8年ぶりに、別球団同士の兄弟選手が、 同時に顔を合わせたケースとなった。この時、敵地である、広島市民球場のスコアボードには、中日ドラゴン25荒井良太選手広島市民、球場初登場、と表示する演出が行われた。その後4度の代打機械にてすべてヒットを放ち、右の代打として存在をアピール。10月12日の大阪新戦では6番、一塁手で、プロ初スタメン出場を果たした。 10月16日の対広島最終戦、広島市民球場ではヒットを打って一塁に出塁した兄、高広と一塁守備につく弟、涼太が初め並んだ。それまでは涼太は代打ばかりで守備につくことがあまりなく、レギュラーのタイロンウッズが足を痛めていたこともあっての出場であった。逆に三塁、高広と三塁走者、涼太の並びは2006年中には実現しなかった。 同年の周期キャンプでは、強化選手に選ばれ、連日ハードな練習メニューをこなした。初日は、通常の2倍のテンポで投げ出され、しかも見逃せば、罰金を取られるマシン打撃を行った。両足が釣り、クロッキー状態になりながらも1時間のメニューをこなした。しかし、強化選手に選ばれているため、さらに1時間このメニューを続け、スイング数は1500回にもなった。終わった後は、 立つこともできず、バットから指も離せなくなった。練習後、記者の質問に対して、下手くそは練習あるのみです。と語っている。二日目は、落合博光監督から直々にノックを受けた。ただのノックではなく、同僚の森野正彦と共に50球連続で補給できたら終了という内容で、エラーをすると、ファンからやじられたり、励まされたりされていた。 意識が朦朧としてくると、バケツに入った水を頭からかぶった。結局、終わったのは1時間40分後であった。練習後に、荒井自身は強化選手に選ばれるのは光栄なこと。人より多く練習できるので、その期待に応えたいと語った。ワニ軍で打率。286、チームトップの6本塁打と打撃が向上し、1軍でも打率。 2 8 0を記録、プロ初打点も挙げた。7月31日の対広島戦、広島市民球場では延長10回表に初の決勝打を放った。一方、本職の内野守備、一類種、三類種になかなか向上が見られないことに加え、地型の強さ、大学時代の四年春に7投塁を決めた脚力などを考えた、首脳陣から外野種へのコンバートを打診され、 本人も、試合に出られるならとこのシーズンの終盤より、積極的に、外野守備練習に励み、シーズン終盤からは試合前のノックでも、内野守備練習に加え左翼など外野でも練習する、姿が多く見られた。10月7日の対横浜戦では3番、左翼手で、スタメン出場をしたが、支給を受けて、打席で悶絶、途中交代となった。これに関しては、立浪和義から、 せっかく与えてもらったチャンスを不意にしてしまったことへの戒めとして、痛がるなら一流へ行ってからじゃないのかと知ったされた。この言葉に、新井は、今度は顔に当たっても、塁へ出ますと教訓を得て、スタメン出場したアジアシリーズ第一戦では、試合中の一流守備時に手の指を負傷したものの、それを痛がるそぶりもなく、引き続きプレーした。後に骨折と判明し、 第2戦以降は欠場している。このシーズンから中日の施設応援団による選手別応援歌が作られたが、荒井のみ1番2番の構成になっている。春季キャンプは1軍スタートだったものの、中盤に2軍に降格。そのまま2軍で開幕を迎えたが、そこで好成績を収め、5月14日に1軍に合流。負傷した森野に代わって、 翌15日に1軍に昇格した。その後わずか3日で再び2軍に降格したが、2軍で打率3割の活躍を見せて、6月7日に2度目の1、軍昇格となった。また、この年は、ウエスタンリーグで、規定打席に4打席達しないながらも、認定ルールにより、打率。332で、チームとしては1970年の坪井新三郎、以来となる。 映画規定での二人目の首位打者、出塁率418で最高出塁率のタイトルを獲得した。オフにはドミニカウィンターリーグに派遣され、レオネスデル・エスコヒードに所属した。結局、選手登録はされず、アリゾナダイヤモンドバックスのアカデミーでの練習試合に出場し、通算8打数3安打4四死球と、 選手登録されて出場した、藤敦氏や前田昭弘に比べて低いものであった。しかし、派遣されている間に、タイロムッツが退団。さらに、翌年の一塁主最有力候補であった、中村則弘もフリーエージェントで東北楽天ゴールデンイーグルスに席籍し、定位置である一塁が空いたため、開幕スタメンのチャンスができた。の、春季キャンプは一軍スタートでそのまま完走。 3月1日の対北海道日本ハムファイターズのオープン戦で6回表無し、日本ハムの3番手、江尻慎太郎から中越えに本類打を放った。その後は不調となり2軍に降格したが、開幕は初めて1軍で迎えた。しかし代打で結果が出せず、4月20日に降格した。ウエスタンリーグでは4番、1類のレギュラーとして打率。299、9本類打。 リーグ3位の55打点。出塁率。426、最多四球、60個で2年連続となる最高出塁率のタイトルを獲得した。4月の練習で一軍控え組で測定された10メートル走でトップになり、宮前武美トレーニングコーチに今年からすごく速くなった。チームの5本の指に入るかもしれないと言われた。 6月9日の大楽天戦で1軍での初本塁打を記録した。この年は自己最多の45試合に出場したが、打率1割台と不振に陥り1軍に定着することはできなかった。オフに背番号を32に変更することになったが、その直後の12月24日、水田圭介との交換トレードで阪神に移籍。兄、高弘、仕立っている。 金本智明と同じチームでプレーすることになった。12月27日に、阪神入団発表記者会見を行い、背番号は32、登録名、スコアボード表記名は、フルネームの新井良太と発表された。ただし、甲子園などの球場では、スペースの都合上、新井良と、表示、兄、高弘は、新井のままである。 水田がつけていた背番号をそのまま引き継ぐ形になったが、これは中日で翌年につけるはずだった番号とも同じであった。一石初年度の開幕一軍に帯同し、4月19日の対、読売ジャイアンツ、巨人戦で移籍後初アンダーをプロイル初のサヨナラアンダーで決めた。4月22日の対横浜戦に、兄、 高博もサヨナラアンダを放ち、史上初の同年に、同一チーム所属の実兄弟揃ってのサヨナラアンダが実現した。その後は調子を落とし、8月5日に一軍登録を抹消。8月は二軍でも32が数余のアンダ打率、125と不振を極めた。9月になり復調し、 俊介と交代で9月15日に再昇格したが、昇格後は再び不審に陥り結果を残せなかった。最終的に打率は2割に満たず、結局前年よりも少ない43試合の出場で、シーズンを終えた。y チ軍の試合で1塁手、3塁手、左翼手、右翼手の4ポジションを経験しながら、徐々に長打力を発揮するようになり、兄、高弘の出場以下にかわらず、 スタメンで試合に出場する機会が増えていった。7月17日の対巨人戦で、阪神球団として7000本目の本塁打を放った。高博と共に、スタメンで出場した7月29日の対横浜戦、阪神甲子園球場で、高博と共に、本塁打を放ち、のロッテオリオンズのレロンリーと、レオンリー以来31年ぶり3組目の、兄弟アベック本塁打を記録した。 優勝争いから遠ざかっていた8月の長期ロードからは和田豊か監督の方針で4番三塁手としてスタメンに定着。同月12日の対広島戦、京セラドーム大阪では3回裏に4番打者としての初本塁打を放つと6回裏に高広の本塁打によってシーズン2度目となる京大アベック本塁打を達成した。また9月2日の対広島戦、 甲子園では、延長11回裏にライトスタンドへ、野球人生初というさよなら本類だ、にランを放っている。最終的に47試合で4番を打ち、頭角を表す。シーズン開幕戦の対東京ヤクルトスワローズ戦、3月29日、明治神宮野球場で4番打者として、プロイリアと初の開幕スタメンに抜擢。第打席の失策で、 チームのシーズン初打点を挙げた。その後の試合でも4番打者に起用され続けたが、重圧から結果が出ず、4月5日の対広島戦、松田スタジアム延長11回表の打席で、遊撃へゴロを放って一塁ベースを駆け抜けた際に、左太もも裏を痛めて、交代、記録は、閉殺だ。その後の検査で、 軽度の肉離れと診断されたため、翌4月6日に出場登録を抹消された。同月16日に一軍復帰を果たすと、6番、三塁手、として出場した5月19日の対福岡ソフトバンクホークス戦、甲子園の第一打席で、プロイリアと初の満塁本塁打を放った。その後は、前述の先々離脱を機に、マットマートンが4番打者へ定着していたことに加えて、 自身の打撃不振から7番や8番に降格。3塁の守備でも、制裁を欠いたため、セパ交流戦終盤の6月10日から同月20日までは、2軍での調整を余儀なくされたが、1軍復帰後の7月14日の対横浜 DNA ベイスターズ戦、甲子園では新員2本目となる、満塁本塁打を放った。さらに、7月24日の対ヤクルト戦、明治神宮野球場では、 シーズン3本目となる満塁本塁打を放った。シーズン3度の満塁本塁打を記録したのは、阪神では、春ブリーデン、田淵光一、今岡誠に次いで4人目。この年は、前年を上回る119試合に出場し、いずれも自己最高の14本塁打、51打点を記録したが打率は、238と安定感を欠いた。 は4月までに打率338、6本塁打を放つなど好調なスタートを切ったが5月以降は不審に陥り6月25日に登録抹消。一軍復帰後は代打要員、または7番右翼手として出場していたが8月28日に腰痛を発症して翌日に再び登録抹消されそのままレギュラーシーズンを終えた。オフには 背番号をこの年限りで阪神を対岸して広島に復帰した兄、高広がつけていた25への変を打診されたが、誰かにつけられるくらいなら僕がというも思いもあったけど、いろいろな人に相談した。32に愛着もあるし、25は兄のイメージもあるのでと語り、辞退した。なお、背番号25は駒大の後輩で、大学時代には荒井兄弟同様、 25を背負っていた、同年のドラフト3位のエゴシオーガがつけることになった。2は、1軍公式戦93試合に出場したが、打率、1934本塁打と制裁を書いた。2は、1軍公式戦への出場試合数が46試合にまで減少。打率、154、3本塁打と、前年に続いて低迷した。2は、 レギュラーシーズンの終盤まで一軍公式戦16試合に代打で出場。打率063、16打数1安打で本塁打はなくシーズンの大半を2軍で過ごした。ウエスタンリーグ公式戦では64試合の出場で打率288、9本塁打を記録したが10月10日に現役引退を発表すると一軍のレギュラーシーズン最終戦を及び 安藤雄也の引退試合であった当日夜対中日戦甲子園6回裏に代打へ起用された記録は遊撃への頃そのまま三塁の守備に着くと安藤が登板した八回表には二人目の打者で代打の野本慶が放った三遊間の強い頃をダイビングキャッチ記録は三塁への頃八回裏に現役最後の打席を迎えたが福谷幸二の前に 左翼へのフライで凡退した。しかし、試合後には、引退セレモニーを終えたばかりの安藤に続いて阪神、何から5回にわたって胴上げされた。翌10月11日の記者会見で、改めて現役引退を報告。10月26日付で、安藤と共に、NPB から任意引退選手として公示された。2017年10月23日に、安藤とに、 阪神の二軍育成コーチへ就任することが球団から発表。これに伴い背番号は83に変更された。コーチ人最年少の34歳で若手野手の指導を託された。在日韓国人であったが2004年6月頃に兄の高博と同様に日本に帰化している。帰化前の本名は牧良太、ク良太。 両太もまた兄の高弘と同様に金本を慕っている。金本は2012年に現役を引退したが、2016年からは、監督として再び同じユニフォームを着ることになった。特技の一つは書道、月刊ドラゴンズ2月号のインタビューで、清水明信、高橋里志文、佐藤亮太、前田秋弘、2007年まで中日に、 育成選手として所属した、竹下哲次の6人で集まる、昭和58年会を行っていると語ってる。2013年の周期キャンプから、阪神の GM 付育成打撃コーディネーター、当時、現在はオーナー付けシニアエグゼクティブアドバイザーに就任した、掛布正幸からは、ミスタータイガースと呼ばれた、現役時代の自分に続いてほしいという期待を込めて、 ショーミスターと呼ばれている。中学3年生から金本や兄、高博が通っているスポーツジムトレーニングクラブアスリートに通っていて、高校3年生の時点ですでにセーフティスクワット160キログラムを10回こなしていた。アスリートの代表である平岡洋二は両太が駒沢大学の練習参加のために上京する際に、 お前はもし野球がダメでも他の競技で生きていけると激励した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。